おはようございます、リキさん。明けましておめでとうございますですね。明けましておめでとうございます。年末年始俺は風邪ひいてな、油断したな。ちょっと風邪っぽいです。インフルエンザワクチンを普段10月に打つんだけど、はい、ちょっとあれなんだよ、打ってなかったんだ。あ、打ってなかったんですね。で、打ったんだけど、打ったのが、はい、インフルエンザになった後だった。ワクチン意味がねえんだ。あれは風邪だったのか、それともインフルエンザだったのか、はい、インフルエンザにまたインフルエンザを打ったのかよくわかんない。まあどうでもいいんだけど、でその後に、31日のカウントダウンで、はい、ちょっとやりに行ったんだよ、はい、銀座のクラブに、はい、その時はまあまあほぼほぼ治ったんだけど、あれでまたちょっとほらうるせえから声荒げるじゃん、はい、ただもう喉が今度またやられちゃった、はい、乾燥してんじゃん。ああいうところで声出したらやっぱダメだな。でまた聞くぶり返して、でまた1日から熱が出てリキさん体調悪いの珍しいですね。だからいつもねちゃんとね予防接種してるんだよ、はい、年だから。そこはしなかったんで失敗した。やっぱりね親父はやんなきゃダメだね。今日はあれ、そんな病み上がりの中九州来ましたけど、本当は今日はね1曲歌おうと思ってたんだけど、あ、はいはい、多分またこれで潰れて、はい、でまた3度目の風邪を繰り返したんで、ちょっとそれはやれない、はい。まあ、今日は仕事じゃないから、今日はちょっとあの友達の応援に来たわけだから、はい、あの前回来てるあのラーメン屋小倉ですね、九州、北九州。じゃあここもぶち壊しまして。あ、ぶち壊して、はい、でまあ先に言いますと、ここにまた4年がけが来ます。武田君が、はい、地元の小倉に戻って、東洋圏というガキの頃からなんか食ってた自分の大好きな、まあ、思い出のある東洋圏が潰れちまうっつんで、それを自分で復活させて、これからも町の人たちに食べてもらうようにすると、うん、でそれでもうね、なんか金もかき集めて頑張るってから、でもう俺もできることはするよっつって、うん、今こうやって来て、なるべくみんなにね、ちょっと知ってほしいなと思って、はい、こういう男は地元に戻って地元にまた社会貢献をするんだと。ニュースも見ました。ニュースで取り上げられてる、うん、ね、今日がオープンですか。オープニングセレモニー。そうなの。本当はね11月とか言ってたんだけど、どんどんやっぱりね、そうは簡単にいかねえ、うん、でちょっと伸びちゃって、うん、焦ってやってもしょうがないじゃん。でも来年でいいんじゃないのっつったんで、はい、俺もほらこう見ててこう、いやもうこうしたら明日こいつの、うん、一応 LINE でこういろいろ送ってくるじゃん、内装とか外装のあれを、はい、で俺もそこでさまた文句言うからさ、はい、せっかくやんだからこうやった方がいいんじゃないのっつってさ、はい、色の感じとかね。ただそのいわゆる今までの東洋圏のそのなんていうの、風貌というか、はい、その色とかは多少合わせてあげないといけないらしいんでね、うん、新たにまたこうやるんではあるんだけど、全く別物みたいな感じになるのがやっぱりダメみたいな、うん、だからそこは難しいとこなんだよ。あまりにも昔と全く来ないじゃんさ、今ラーメン屋なんてさ、昔の東洋圏のさ30年40年50年前と違ってさ、今の時代なんてもうカップラーメンでも名ラーメンができる時代だ、うん、もう時代や時代に流れてんだからさ、ある程度時代に合わせがないと今の若い子たちは食わねえよって話だよ、うん、すると昔の名残はまあね残しつつ新しい風を取り入れていかないと、 1+1=2 でやってたら結局客足が伸びなくて潰してしまうよと、うん、もう時代に合わせていかないとダメだよ。でもなんかすごい今日人集まってるみたいで、めちゃくちゃいいスタートダッシュですねこれは。ちょっとあと数分で出番みたいなんで、みんなの邪魔だけするようにしようかなと思って。邪魔だけします。邪魔だけしに来た。このままもう直で行きます。あ、一回すぐそこに。はい、じゃあです。おはようございます。よろしいでしょうか。それでは竹内力様、スペシャルゲストの竹内力様、ご挨拶よろしくお願いいたします。
いつか行けんじゃん。俺も九州じゃねえ、行くわよ。で、今日来たんですよ。本日はみんなでラーメンを食う。竹内力さんが素晴らしいもうメッセージを届けてくれて、これからオープンに際しましてお祝いの鏡開きをさせていただきます。カウントダウン5秒前からいきます。皆さんもぜひ一緒にご唱和して、このお祝いのタイミングをお祝いください。それではいきます。5秒前、4、3、2、1、お願いします。おめでとうございます。今、東洋圏の開店を祝う魚が大きな音とともに開けられました。皆様ありがとうございます。そして続きまして、記念撮影に参ります。照明、目線をお願いします。写真撮影の方はよろしいでしょうか。よろしいでしょうか。閉めるわ。はい、はい、ありがとうございました。アビバースデー。実は私、昨日19歳の誕生日でした。あ、ごめんごめん、59歳です。ということで、まあ毎日はね、ハッピーバースデーだと思って楽しく生きていこうじゃないかね。一日大事に、父ちゃんが母ちゃんが産んでくれた自分の命を大事にして一日健康第一で、今年もよろしくお願いいたします。竹内力さん、ありがとうございました。じゃあお願いします。ここもぶち壊しまして、ぶっ壊して、はい、でまあ、先に言いますと、ここにまた4年物資がまたスペースがめっちゃ広いよ。そうです、このそのぐらいのスペースがないとできない。あ、へえ、すごいね。たまま2ヶ月かけて今頼んでます。ここで体感が、これよりも上の会長どうぞ。上の会長どうぞ。すごいね。すごい。これ画面のとすごい。すぎんじゃないかと思った。よかった。あっちまで行ったら、大丈夫かな。そうですね。これ細麺がね、あんまり熱くないんで、美味しい。でもこれ細麺じゃない。こっちも太麺。うん。これこれ美味しい。うん、こしもある。こっそりだから、スープが。くどくないね。胸焼き絶対しないです。どちらかというと、こういうのだと。チャーシューが。あっさりだな。そして塩チャーシューで。どうですか。豚骨のこったり塩ラーメン。醤油じゃない。うん、東京でもだ。
しょうゆ豚骨っていっぱいある、はい、結構それは主流じゃん。あ確かに。の醤油豚骨じゃなくて塩豚骨って感じ。じゃあくどくはない。俺最近ダイエット始めてラーメンが一杯だから全然来てるから食えそうだよ。ここにあるね薬味いろいろとチャレンジしてみました、まあ、これごまね、あこれ胡椒、紅しょうが、いろいろ混ぜてもめっちゃうまいよ俺好きだよこれだけ薬味あったら飽きなく味変できますね、うん、あこれ基本のやっぱさスープとさ麺がさ完璧だからね、安心だね、うんすごい。